これから行人様ミイラですね、それを見に行きます。まあなんか結構人気あるみたいで、駐車場はいっぱいになるとそう聞いてるから早めに行きます。7時ですね。8、9、10、3時間前か。早すぎるのは問題ないですからね。遅すぎるのは問題あるけど、早すぎは問題ないと思う。というかミイラなんどうだろう、怖いのかな。まあ完全に干からびてるからいいのかな。でもすごいですよね、あの人が自然にそうなっちゃうってどういう状況になるんだろうってね。そろそろ曲がります。行人様ふるさとの森森林公園丸山登山口。行人様ちっちゃいですね。なんか道案内はちっちゃい、でも外にある看板は大きいんですよね。なんか不親切ですね。この先に本当にあるのかって、そのぐらいの不安にはなります。本当に人がいるのかな。なんかブログを見たらミイラの御開帳にしては人が集まってるみたいな、そんなこと書いてありましたね。御開帳、なんかいい言葉ですね。年に2回みたいですよ。年に2回見ることができる。この先にあるはず、ありますね。あるはずって言っちゃうけど絶対ありますから。なんとかだと思いますとか、あるはずですとか断言なんですよね。行人様どんな感じだろう。もう手を合わせちゃうぐらいの感じなのかな。そんな感じはするかもしれないですね。もう神秘ですからね。道結構登りますね。意外にあのいい道、整備された道ですね。あ、なんか看板見えましたね。あれです。行人様どっち？わかんないですね。ここを曲がります。なんか案内テントありますね。駐車場こっち？駐車場って書いてありましたね。ここ上がった先にあるのかな。結構細くなってきましたね。細くなってるっつっても道はちゃんと整備されてますね。やっぱし行人様人気があるから道も整備されてるのかな。結構すごいわ、綺麗だ。夜来た時はなんか怖かったんですけど、まあそれは怖いですよね。この先に行人様っていうかミイラがいるって考えると。あ、なんかパトカー来ましたね。駐車場ここ下なのかな、よくわかんないですね。ということでとりあえず着きました。行人様拝んできました。うん、なんか綺麗ですね。なんかミイラというと怖いとかそんなイメージがありましたけど、そういうのないですね。うん、なんか拝みたくなるみたいな、そんな感じです。あと人が多いですね。結構混雑してました。あの最初あの別に早く来なくていいわとかって思った。ただあの帰りに駐車場に行ったら車はいっぱいでしたね。あとこの山車で行けるはずなのに歩いて登ってる人がいますね。やっぱしハイキングみたいなことをしたいのかな。行人様ミイラ、あの怖いもの見たさとかなんかあのオカルトチックとかそういうものじゃなくて、本当にあの拝みたくなるものみたいな、そんな感じがしましたね。あと地元の人たちにすごく愛されてるみたいですね。絶対に外に出さない、絶対に写真撮らない、大切に扱う、そういうあの感じみたいです。私の地元じゃないですけど、まあ、よく通る場所、そこで行われてる
祭りでした。阿南町新野の行人様、ぜひ訪問してみてください。